江戸時代の武士はどのような形で給料をもらっていたんだろうと思ったことはありませんか。江戸時代には様々な身分の武士がいて、家禄や役職によって給料の形態が違いました。領地を与えられる武士もいれば、玄米を支給される武士もいたんですね。武士の給料はどのように支払われ、家計はどのような状態だったのでしょうか。今回は江戸時代における武士の給料と家計の実態についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。領地を与えられた上級武士。米が貨幣の単位になっていた江戸時代、禄と言われた武士の給料は米で支払われることが一般的でした。その給与形態は主に知行取りと蔵米取りがありました。知行取りとは主に上級旗本や上級藩士の給与方式で、千石のように米を計量する単位の国表示で支給されました。具体的には石高分の収穫がある知行地、領地を幕府から与えられ、そこから取れる年貢米が給料になります。知行地で暮らす百姓に今の税金にあたる年貢を納めさせるわけですが、全ての米を徴収するわけではありません。年貢米は一般的に石高の 35% が給与基準で、残りの 65% は百姓の取り分になります。例えば旗本の石高が千石だった場合、その 35% にあたる350石が実際の収入になるわけです。1石イコール1両イコール12万円で計算すると、年収は現在の価格で4200万円になります。年貢米は食料として必要な分だけ屋敷に運ばせて、残りは換金した後に受け取るのが一般的でした。享保7年1722年の調査によると、旗本の総数は約5200人で、そのうち 44% の旗本が知行取りでした。知行取りの武士の収入は個人に与えられるものではなく、いえ親族に与えられるものだったため、家禄とも言われました。その家の当主は家禄に相当する役職に就くことができ、その分の手当などが支給されることもあります。また出世してより高い役職に昇進すると、その役職の基準高と家禄との差額分を補う足高料を受けられました。しかし全ての旗本が役職についていたわけではありません。旗本の総数に対して役職の数ははるかに少なかったため、無役の者も多かったんですね。無役でも家禄は支給されましたが、昇給する機会がなかったため、家計の状態が厳しくて借金を重ねた旗本も多かったそうです。米が支給された中級・下級武士。蔵米取りは中級から下級武士の給与方式になります。百俵というように米を入れる表表示で、旗本や御家人などの幕臣の場合、浅草にある幕府のお米蔵から玄米が支給されました。玄米の支給はもともと年1回でしたが、八代将軍吉宗の時に年3回に分けて支給されるようになります。2月と5月に給与全額の1/4、10月に残りの1/2が支払われました。例えば御家人の俸禄が100俵だった場合、2月と5月にそれぞれ25俵、10月に50俵が支給されるわけです。幕府は1俵イコール3と5俵を基準にしていたので、100俵を石高に換算すると35石になります。100俵の年収がいくらだったかというと、現在の価格で420万になります。給料の支払いで最も多かったのが蔵米取りで、旗本全体の 56%、御家人全体の 87% が該当しました。また玄米取りというのも蔵米取りの一種で、玄米100石のように石高で表示され、その分の玄米が支給されます。玄米取りは幕府の与力に多く、御家人のうち 12% を占めていました。俸禄米が支給される日になると、蔵米取りの幕臣たちは浅草にあるお米蔵に出向き、米を受け取る必要がありました。幕府から支給された切り米手形をお蔵役所に提示して米を受け取り、米問屋に持ち込んで必要な分を売却・換金するわけです。当初は自ら手続きしていた幕臣たちですが、札差しと呼ばれる商人たちが現れると、米の受け取りや換金業務を代行させるようになります。札差しは旗本や御家人から切り米手形を預かると、彼らの代わりに米を現金化、そこから手数料を差し引いた現金と
食料分として換金しない米を幕臣たちに届けました。一連の代行手数料は100俵あたり金3部9万円になります。蔵米取りが多かった御家人は譜代席と抱え席に分かれます。譜代席とは家康から4代家綱までの間に留守居与力同心についた者の子孫のことです。知行取りの武士と同じく家禄として世襲することができ、役職についていない無役小武神組でも給料をもらえます。一方抱え席とは家綱以降に大番組与力同心に新規採用された者の子孫です。抱え席の御家人は一代限りで雇われていたため、役職を離れて無役になると家禄はなくなってしまいます。しかし親が引退したり死亡した場合は、その子供が新規召抱えという形で後を継いだため、実質的に世襲することになりました。口米取りと給金取りについて、幕臣の給与形態は知行取りと蔵米取りがほとんどですが、その他にも淵米取りと給金取りの武士もいました。淵というのは食料のことで、主に俸禄の低い下級武士に与えられました。淵米が本給だった幕臣は少なく、食料手当のような形で支給されることが一般的です。幕府は男性一人の食料を1日玄米5合と見積もり、これを1人淵とみなしていました。年間で計算すると1石8と約5俵になり、これを月で分割して毎月月末に支給します。例えば御家人には30俵1人淵と表示されるものがいました。この場合30俵が本給にあたり、1人淵が手当になります。1人淵は年間1石8となので、現代の価格に換算すると約22万円になります。淵米は基本的に換金せず食事用に回されることが多かったんですが、俸禄米も淵米も玄米で支給されたため、そのままでは食べられませんでした。そこで町内の月米屋に依頼して精米してもらうことが一般的でした。しかし家計の厳しい御家人の中には、精米代を節約するために屋敷内に踏み臼を設置して自分で白米についた者もいたそうです。次は給金取りについてです。給金取りは現金で給料を支払われていた武士のことで、旗本や御家人などに仕えていた家来や若党などが対象でした。例えば5両1人淵の下級武士の場合、給金5両と玄米1石8等を月で分割して毎月月末に支払われる形になります。5両1人淵の年収は現代の価格で約82万円です。この年収では生活ができなかったのではと思う方もいるかもしれませんが、多くは旗本や御家人屋敷での住み込みだったので、最低限の生活はできたそうです。ちなみに3両1人淵は最低ランクの給金取りで、庶民たちに三品侍と蔑まれることがあったようです。苦しかった武士の家計。武士の生活は身分によって様々ですが、高い禄をもらっていた上級旗本でも家計事情は苦しいものでした。その主な理由の一つが、武家に義務付けられていた軍役規定です。武士は禄高に応じて平時でも一定の兵員を常時雇うことが要求されていました。例えば石高500石の旗本は家臣11人、石高1000石なら家臣21人などの決まりがありました。平時の暮らしには全く必要のない兵員を抱え、給料を支払わなければならなかったんです。身分や役職によって差はありますが、支出のうち人件費が 30% を占める武士もいたそうです。また家禄や役職にふさわしい価格を維持するため、多くの支出を強いられました。例えば冠婚葬祭などで着るための衣装代、子供の元服や婚礼などの接待費、武士同士の付き合いのための交際費、自身の菩提寺への寄付、修繕費などです。これらに加えて衣食住に関わる出費もあったため、上級旗本でも借金している家が多かったんですね。中には年収の3倍近い借金を抱えていた武士も多く、借金の返済でも苦しんでいました。一方下級武士の家計はどうだったのでしょうか。宝永年間1704年から1710年の御家人部言帳によると、御家人の約 94% は49俵以下の少ない俸禄で生活していました。限られた収入から人件費、衣類費、交際費、生活費などの支払いをする必要があり、倹約生活を強いられていたんですね。
また、できるだけ食費を節約するために、庭先の土地を使って畑を作っていた家庭も多く、家族持ちほど自給率の高い生活だったんです。俸禄だけでは家族を養えない武士も多く、内職せざるを得ない状況でした。下級武士の内職。俸禄の少ない御家人などの下級武士は、どのような内職をしていたのでしょうか。御家人は広大な土地を与えられ、武士の一団が組屋敷にまとまって暮らしていました。江戸時代の中期になると、その広い空間を利用した屋外の内職が盛んに行われるようになります。宝暦年間、1751年から1764年には、麻布周辺にある御家人の組屋敷で、庭で栽培した植木鉢や盆栽が売り出されるようになります。草花の栽培で有名だったのは、大久保百人町の鉄砲組同心が栽培していたツツジです。組屋敷で育てられたツツジは夏の開花時期になると町全体がツツジの花で覆われ、連日見物客が訪れるほど美しかったそうです。ツツジは地域の名産になり、江戸の地史である江戸名所図会にも紹介されるほどでした。その他にも御徒町の組屋敷で栽培された朝顔、代々木千駄ヶ谷の組屋敷で飼育されたコオロギやスズムシ、下谷の組屋敷で養殖された金魚などが地域の名産になっています。また寛政年間1789年から1801年になると、手内職も盛んに行われるようになります。例えば青山百人町の甲賀組では傘張りが行われていて、傘の仲買商が20件以上できるほど本格的でした。牛込弁天町の根頃百人町組屋敷で行われていた提灯作りや、山手一帯の御家人組屋敷で行われていた凧作りや竹細工なども有名でした。下級武士たちの内職が地域の特産になることも多く、御家人が組全体で内職に取り組んでいたことがわかります。江戸時代の武士は余暇を利用して武芸を磨いていた、そんなイメージがあるかもしれませんが、武芸や学問よりも家計をやりくりするのに必死だったんですね。今回は江戸時代における武士の給料と家計事情について解説してきましたが、皆さんはどのように感じましたか？コメントや感想など書いていただけると嬉しいです。今後も江戸時代の暮らしや文化について発信していきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。